フランクフルト空港、フランクフルト空港、フランクフルト空港は、ドイツのフランクフルトアムマインにある、ドイツ最大規模の国際空港である。空港コードは、フラ・エドフ。ヨーロッパでは、ロンドンのヒースロー空港、パリのシャルルド・ゴール空港と並ぶ、大規模空港であり、世界における、国際線の重要なハブ空港の一つでもある。空港の運営は、フラポート株式会社、 フラポート AG が行っている。ドイツのフラッグキャリアである、ルフトハンザドイツ航空がメインハブ空港として使用している。しかし東空港の受け入れ能力不足のため、ミュンヘンのミュンヘン空港にも輸送を振り分けている。東空港の半径 2000km 以内に、ヨーロッパ、地中海沿岸諸国の使用都市の多くが収まるという立地条件もあって、 日本から欧州へ移動する際にも主要な玄関口の一つとなっている。首都圏からは羽田空港及び成田空港、関西圏からは関西国際空港、中京圏からは中部国際空港との間で直行便が運航されている。ダインイコールマイン空港及びダインイコールマイン空軍基地として1936年に開設された。 第二次世界大戦中はベルリンのテンペルホーフ空港に次ぎドイツ第二の空港として活躍した。戦後はベルリン空輸で西ドイツ政府の主要な輸送基地として使われた。フランクフルト空港が国際的なハブ空港として使われるようになるのは1972年に乗客用の新ターミナル、現在のターミナル1が開設されてからである。 東空港には2つの旅客用ターミナルがあり、回廊、新交通システム、スカイライン、バスで連絡されている。ターミナル1は1972年3月14日にオープン。A、B、C の3つのコンコースがある。スター・アライアンス各社はこのターミナル1に発着する。ルフト・ハンザはコンコース A、全日本空輸はコンコース B を使用している。 ターミナルには1994年10月24日にオープンした新しいターミナルである。D、E の2つのコンコースがある。日本航空はコンコース D を使用している。フランクフルト市内と空港間は鉄道によって結ばれている。フランクフルト空港近距離駅と遠距離駅の2つが存在する。フランクフルト空港近距離駅はターミナル1。 コンコース B の地下に位置する。フランクフルト中央駅まで、S ボンズ8、ビースバーデン中央駅マインツ中央駅東駅、フランクフルト中央駅ハーナ s、s q ビースバーデン中央駅マインツカステル東駅、フランクフルト中央駅ハーナウが利用可能である。昼間時間帯は15分おきに発車する。24時間運行しているが、夜間は運転間隔が長くなる。 フランクフルト中央駅からは、市内交通へ乗り換えが可能である。交通連合乗車券が利用可能であり、市内までの利用であれば長距離列車よりも安価である。フランクフルト空港近距離駅に隣接して位置し、両社は連絡通路で結ばれている。ケルン、ラインイコールマイン高速線の一部として、ドイツ各地とアイスや IC で結ばれている。 東空港からの発着先は、現在のところロンドンのヒースロー空港からの発着先より多い。しかし、旅客の輸送量では依然としてヒースロー空港が優位にあり、東空港は、この点でパリのシャルルド・ゴール国際空港に並んでいる。2003年にフランクフルト空港を使用した旅客は4835万1664人に、 ボるが、ヒースロー空港では6,3487,136人、シャルルド・ゴール空港では4,822万436人で、ある。航空機の移動に関しては、同年あたり空港を発着した、航空機は45万8,865機で、ヨーロッパ第3位である、シャルルド・ゴール空港で51万5,025機、 ヒースロー空港で463,650機。貨物輸送では、東空港の扱い量は1548,014トンで、ヨーロッパ第2位である、シャルルド・ゴール空港で1723,700トン、ヒースロー空港で130万420トン。2001年の同時多発テロ以降、貨物取り扱い量や旅客数は一時減少したが、現在は再び増加傾向である。 このため、東空港の処理能力は限界に達しつつある。出展。近年、利用者が増加傾向にあり、現状のままでは2020年に第1、第2ターミナルだけでは増加する乗客に対応できなくなると予想されていたため、新たに第3ターミナル建設が計画されている。第3ターミナルは、フランクフルト空港の南側に位置し、最初に、 中央ターミナル施設と24カ所の中期スポットを備えた2つのピアが建設される予定。完成は2021年の予定で1年間2400万人の旅客に対応することができる。東空港の構造上、ターミナル1バイトに到着の場合、機内持ち込め荷物と機内、預け入れ荷物の合わせて2回の税関への申告が必要な場合があり、 申告を忘れたり正確な申告をせずに通関したことによって多額の税または反則金の支払いを命じられるトラブルが多数発生している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。